お笑いコンビ、霜降り明星の粗品31が、6月29日放送の、日本放送霜降り明星の、オールナイト日本金曜深夜1時に生出演し、日に日に過激化している失礼芸について語りました。今年に入って、テレビ番組での YouTuber、おもんない発言や、元雨上がり決死隊の、宮迫博之との絶戦などが話題となっています。相方のせいや31は失礼芸、好きやな、今日のお前の YouTube も見たけど、お前失礼好きや、これに尽きるわ、本場と指摘し、粗品もめっちゃくちゃ好き、サレンのもめっちゃ好きと即答しました。さらに、せいやからネットニュースとかいっぱい上がってるけど、これに尽きるんですよ。失礼芸が好き、お前は失礼が大好きや、なんでなん、好きすぎるやろ、と言われ、粗品は失礼芸を高めている理由を語り始めました。彼はやっぱこの失礼芸の人と結婚式の時期と、俺のやりたいことと、世間の評価と、今すごい状態になってる。もうぐーん。キャットと力強く説明しました。聖夜の結婚式が6月30日に都内で開催されることに触れ、ほんまに結婚式と27時間テレビで失礼芸やめてと釘を刺されると、粗品はいやいやいや、27時間のためにこのペースでやってきたからなと反論。聖夜からバラエティはええわ、ほんま結婚式はもう大丈夫結構ですねと再度牽制されました。結婚式当日、XQ Twitter には参加した芸人仲間が当日の写真を複数アップし、粗品がスピーチで号泣している写真も話題となりました。ファンからは粗品の感動的な一面に多くのコメントが寄せられました。